10期生候補生がショールームしてる。こんにちは。こんにちは。お腹減ってきた。なんか前夕方に会った時にあれです、普段っていうか普段と違う層の方が見に来てくれたので、ちょっと夕方に今日も言ってみました。こんばんは。まだこんにちはか。こんにちは。こんにちは。夕方ショールーム久々、珍しい。やっほーちょっと今日からテンション高く喋ろうと思いますなんか自分の声自分で聞いたら思ったよりさ低いんですよ。テンションは高いんですけど声が低いから、トーンが低いから、テンション上げ目でいこう。最近ちょっと気になってます。ありがとうございますやぶさんありがとう。今日からそう、今日からちょっと思い出した明るくいこうこんにちは。あ、やっぱ低いわ。こんにちはこんにちは。めっちゃ候補生がショールームやってる中に紛れてる。今日誕生日なので祝ってください。おめでとう。4月24、4月生まれ一緒。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。こんにちは。みおちゃんは落ち着きのある声だから別に大丈夫だと思うけどね。やった。でもちょっとなんか自分のラジオの声を聞いたら、ラジオっていうか動画を撮った時にね、そう、てっぺんラジオさんの告知じゃないな、なんか動画を撮った時にめっちゃ低くてびっくりしたんですだからもうちょっとだけ高く喋ろうと思って、はい。てっぺんラジオは来週かな、今週の土曜日ですね。おといたち見てくれましたか。昨日だったんですけど、てっぺんラジオは27日ですね。4月27日と5月4日です。めっちゃ楽しかった。収録なのでもう終わったんですけど楽しかった。あとジャンレディもありますね。ジャンレディいつや、来週の29日で、しかも明日バチバチですめっちゃいっぱい今週出演するね。バチバチ来てくれる人いますかバチバチはね楽しそう。初めてなんですけど、てかツイン珍しいな。ツインこんにちは。こんにちは。あやぴょんとバチバチしちゃうの。そうなん、あれって同期8期対9期みたいな感じじゃないんですか。同期と一緒にバチバチですか。みんなの方が知ってる。ババ抜き対戦
ババ抜き対戦できて嬉しみ。あ、昨日ババ抜き、今日もやりますよ。あの昨日ババ抜きでも私推しの人あんまり当たらなかったかも。こないだやった時はめっちゃ当たりました。お腹減ったな。今日も告知します、ババ抜き。あ、ちなみに何グラ明日やります。明日って言っちゃったんですよ前に。だから明日やりますね。今日はただのショールーム雑談。学生面とかこの時間によくやってるのかな。ヨシミンとかやってるんかな。初見です。黒紫さんありがとうございます。こんにちは。明日の夜バチバチの後になりますね。でも公演と時間かぶっちゃうかな。公演ありますか明日。公演あったっけ。明日は N シップだ。バチバチは終わった直後ならできるかな。オーディションは初めてですかってオーディション生じゃないよネタ、それとも本気オーディション生じゃないよ。お腹減ったな。どこや、どこだ、あれ、バチバチ、バチバチの後できひんわ。6時半まで。かぶっちゃいますね。嘘、ネタです、ネタかーいガチで勘違いしてる人もいそうやから、いいひんか、さすがに。アーシャあるし。10期候補生の書類も見てる。始まる前にチラッとランキングのとここうやって見ましたよ。一人ずつ、名前、私のアバター名前ないので名前なしで見に行きました、やってる子みんなどんな気持ちやろう。でもみんなめっちゃさ慣れてない。なんか配信者さんみたいな感じじゃない。なんとかありがとうございますみたいな、テンション高いですね。私テンション上がっても声低いんですよみんなみんなすごいね。やばい、お腹が鳴る。オーディション何回も受けてる人多いね。あ、そうなんや。8期受けてた人とかいるかな。でもショールームやってない子もいますよね。みおち大先輩目線、なんか言ったっけ私みんなすごいって言った。すごい、じゃあこうじゃなくてこうですよ。みんなすごいなめっちゃテンション高い。先輩目線じゃないよ全然。見たことある子いたわ。マジで。いつが審査なんやろな私も知らないんですけど、次が何時審査なんかも知らん。次は 何時審査なんやろ。先輩風吹かすと池さんが怒るよ。そうなん、そうなんですか。
正直ショールーム審査ってあんま関係ないよね。でもちょっとはありそう。リサとか話題になってたくない？どうなんやろ。直接は関係ないって言われてるけどね。ショールームをさ、例えばね、スタッフさんがこう徘徊してるとするやん。でもそのスタッフさんは最終審査にいるか分からんやん。だから分からへんやねっていう。そう、誰が審査してるのか私もあんま分かってないので関係ない気もしますね。でもまあまあ知名度って言うんかな、上げとけばないよりはいいんじゃないかな、分からんけど難しいね、オーディションって。みんな頑張ってる。でもなんか最近の子ってさ、ダンスうまいイメージ。ダンスうまいイメージない？なんか TikTok とかさ流行ってるやん。リサちゃんに似た感じの小学生の子いるよ。あ、さっき見ましたよ。さっき配信、今もかな、配信してますよ。見ました。今配信してる子何人か見たみんな何歳なんやろな。年齢って出てますか？後ろには書いてあるのかな。ちょっと見てみよう。いろんな子、喋りがリサっぽい。そうなんや。面白。リサ第2号。いいね、みんな。その子は11歳。すごっ、ちっちゃ、生まれたばっかやんすごいね、生まれたばっかの子がショールームしてるの、すごい。アミタン何歳やろ。アミタンは中学1年生かな、中2かな、今年の春から中2かな。アミタンが5歳だっけ5歳。5歳。11歳の子は山本さやかさん、知らなかったよ。へえ、何見て NMB 知ってくれたんやろ、気になる。逆に色んなアイドルどう見えてんねやろな、みんな今のちっちゃい子から見て。すごいですね、歴史や歴史。最年長は何歳？最年少は11歳。でもさ、私もさ昔の写真見てたら全然顔違うねんけど、なんかそんな小学生とか中学生とかじゃないからさ、受けたのがそんな顔変わらんやろと思ったけど、全然半年前とかとも顔っていうか、なんやろ、メイクが違いますね。メイクが上手くなった気がする。 YouTube 始めたぐらいから上手くなった気がします。公園来たことある子とかいるんかな。最初の壁写真好き。最初？髪の毛下ろしてるやつ？みおちさん、初めから出来上がってた。なわけないやろ。マジで全然変わっちゃうで。髪の毛ボサボサやもん。髪の毛負けへんかったもん。やっぱ、練習したら髪の毛巻くのも上手くなりますね。
もやっぱ私は前髪ない方が似合うって思いました。最近加入したら表情もだいぶ変わる気がする。どう変わるんやろ。あんま、あでも表現力はつくかもね。公演中おといたち見たよ、わあありがとうございます。見てくれた人いますか。こんにちはって、こんにちは。おといたちこれにて終了。3週みんなキリッとする。あそうなんや、キリッとする、すっきりするってこと、凛とするってこと。みおちゃんって癖なく綺麗な踊り方してるけどダンスはやってなかったの。綺麗な踊り方マジありがとうございます。私めっちゃダンス下手でしたよ最初やってないですね。最近ね癖ない踊り方って言ってもらえるんですよ。やったーめっちゃ初期キモかったから見たらわかります。ナンバ笑顔開花宣言公演、いやナンバトル舞とかやばい私やったー褒められたよみんな、ダンス癖ないってやったー。やばい、めっちゃお腹減った。ご飯食べたいね。ご飯の時間ですね。たくさん努力したんだね。やった褒めてもらえた、ありがとうございます。マシになりました。でも最初より、最初はねひょろひょろやったねひょろひょろカクカクドタドタダンスやった。今は春かな、春か、でももう夏みたい。暑くなるみたいですね。でも夏の服が好きやねんな。夏服なんか爽やかでよくない？やばいお腹減った、めっちゃ。今日のご飯は何だろう。ちょっと候補生のショールームいろんな子を覗いてみますね京都出身の子いますか。京都って珍しいよな。関西やけどそんなにいっぱいいい日やん今まで。夏はダウンベストになるのかな。ダウンはもうしまいましたよ。夏はワンピースをよく着ますね。43番の候補生さん9期生も受けてたよ。そうなんや。でも9期生の候補生は会ったことないからな。ショールームもあんま見、ショールーム全然知らんの間に終わってたからあんまり知らんねんな。兵庫多いイメージ。確かに兵庫多い、京都より兵庫多いよね。八木とか誰間がいっぱいだ。
ールデンウィークやな、もうちょっとで。明日のバチバチはこよりん、西馬、よしみんって全員 M またいでくれたみんなですね。あとまこと、あやか、ペンライトありがとうございます。ピロピロした、撫でただるまを。やっぱり今回も和歌山県の人いない。確かに和歌山あんまり聞かないですね。みおちやっほーやっほー。最近カフェ行ってますか？カフェ行ってないね。行きたい、カフェ行きたいです。え、マジでさ、え、ちょっと待って、今日水曜日、明日か、お話し会の受付。え、早く握手会とかサム会したい。シャム会、シャム会めっちゃみんな剥がされるの早いよな。もうはいはいはいみたいな。めっちゃ取るの早ない。かわいそうなぐらい早いもん。だからポーズ決めとかなあかんな。ポーズを決めて、事前に決めとこう。やばい、お腹減った。みんなご飯食べましたか？握手会とかで誰かとコーデ交換してほしいな。交換？交換じゃないけど、あれやな、弥生に借りたことある。弥生コーデ、弥生の服着たことあるけど、私の私服ってどういう系統なんやろ。弥生めっちゃ分かりやすいやん、リボンとか。だから弥生のコーデ借りてる人多いよね。でも今回私はもうほとんど私服ですね。私服の方がみんな見たいっていう意見が多かったので、コスプレ多かったから名前。やったん金髪やった、それなウィッグやんな、多分柴田優奈さんとツーショット撮ってましたね。やばい、ずっとお腹が鳴ってる、消化の音が鳴ってる。聞こえてますか？聞こえてますか？てかもう早く公演したし、早くライブやりたいし、全然4月後半なんもないねんけど。M のサインは次5月1日やっけ、楽しみ。M のサインぜひ来てください。待ってます。またてなちゃん出てくれるんですけど、あ、しおりさんも出てくださります。初めて。夜ご飯何食べた？まだ食べてないよ、今から。え、しおりさんと公演嬉しい。5月1日めっちゃまた行よね、応募するけど。え、多い。 M のサインが一番当たりにくいイメージ。そうなんですかね。え、しおりさんと出れるの嬉しい。いっぱい
いっぱい絡みます、絡ませていただきます。これからいっぱいまたまたぎとか始まるかな。もう9期生 M 来る人もうおらんかな。ミュッチ他のチームにまたがんの？練習してるんですけど開かないんですよね。そうそうなんです。 M が一番人数少ないから9期生めっちゃ来てくれるんですけど、こっちから行くのむずくて。もうちょっとで6時や。ずっと召喚音鳴ってる。今日は公園ないですね。よっちこんにちは。ピーヤンさん、初見さんこんばんは。こんにちはか、ありがとうございます。こんちくわ。最近公演ない日多いよね。多いですね、多いね。確かに M つい5月1日、1週間ぐらいないですね。1週間以上ないか。あ、ちょうど1週間後にありますね、5月1日。めっちゃ遅くなりました。こんばんは。こんばんは。こんばんは。みんなお仕事終わりましたかね。仕事終わりの人が来てくれましたかね。お腹減った。チーム曲メンバーで演奏して YouTube にアップしてほしいの。おお、スワンボートみたい。スワンボートみたいやん。懐かしいですね。はお披露目いつ頃になるのかな。夏前とかですかね。いつやろう。次が何次審査ですか。次が三次審査ですかって言ってはりますか。ショールーム審査やってる子は2次受かった子なのかな。3次受かった子ではないか。2次受かった子ですかね。100人ぐらいいんのかな。夏の握手会でお披露目ありそう。握手会 ATC ホール。今2次合格した子たちみたいです。そうなんや。お疲れ様。お疲れ様。みんな緊張するよね。前は候補生配信から3ヶ月後くらいよね。3ヶ月後か。今が4月やから5、6、7、7月くらい。このままじゃ納得できないかな。夏に YNN キャンプあるやろうし。10期キャンプってこと？
キャンプ行きたいな去年呼ばれなかった組でキャンプさせてもらう、キャンプちゃうわ、バーベキューエビで体温する、配信楽しかったですね。初見です、こんばんは、ありがとうございます。こんばんはの時間になってきた。18時や。じゃあちょっとお腹減ったのでそろそろ終わろうかな。ナングラは明日します。ナングラ明日します。でもさ、明日公園とかぶっちゃうかな。どうしよう、今やった方がいいですかお腹減ったな。チョコイムシート行くべきか、ちゃんこんなオールバックにしたことあったんや。さくちゃんが X に載せてるさ写真さ、めっちゃオールバック、わお。メラメラ楽しみです。あ、私バチバチやで、バチバチ初めてのバチバチ。できないか職員室行くべきか。ちょっと何回も変わって申し訳ないんですけど、あさってにしようかな。総理今すればよかったよね。26に何ぐらいします。ちょっと明日公園とかぶっちゃう、すいません。ソーリー、みおちゃんは電気強い人。もうマジで怖いんですけど、どうしたらいいんですか。めっちゃ罰ゲーム的な過酷なやつやん。わさびよりマシやな8機会面白かったですね。おお、面白かったですか。やったー、みおさんのオールバックのポニーテール見てみたいです。わあ、したことないかも、公園では。メイクさんにオールバック今まで劇場で3人ぐらいしかやったことないって言われてた。そうなんや。誰やろ。公園でやる勇気な。でも暑くなさそう。NMB に行ったらなかなか逃れられないビリビリ。でもこの間ビリビリしました、私。したあのイヤホンやっけ、イヤホンガンガンゲームやっけ。そう、それでやりました。でもマジでわさびだけは食べたくないから、本当に神に頼む、本当にマジで無理、絶対に。本当に怖いよでもまたすぐにね出れて嬉しいです。やった。
わーマジで本当に怖い。わさびではちょっとご飯食べてきますね。できてるかわからないけど、ちょっとランキング読みます。13位しげやんさんありがとうございます。12位 RC さんありがとうございます。11位まさひろさんありがとうございます。10位ゴーシさんありがとうございます。9位よしかずさんありがとうございます。8位バロックさんありがとうございます。7位タイラマさんありがとうございます。6位ミッチーさんありがとうございます。5位レムさんありがとうございます。4位サワコさんありがとうございます。3位本田さんありがとうございます。2位トミーさんありがとうございます。1位ひよこさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。今日は明日バチバチよろしくお願いします頑張ります。めっちゃお腹減った。じゃあねー、ありがとうございました。